そうですね。あの共演者の共演者のやっぱ皆様方にも、やっぱり自分から進んで話しかけていかなければいけないって思って、今現場でもその立ち回りっていうのを意識しながら、こう皆さんと今話しまくってるんで。そう、はい、そうですね、はい。でも割と松岡さん、あのいじられキャラとかそういう方向性ですよね。現場とかに、はい、そうですよね。はい。はい。そう、なんかいつもそう思って見てます。ああ、いつも。いつも見てるんですか。はい。なるほど、はい。そうですね。なぜか、先輩方のこういじりの矛先が自分に向いてくるっていう。まあ、嬉しいことでは本当あるんですけど、まあ、これからもこのキャラでいいのかなって内心思ってるところもすごくあるんですよね。正直な話として。どうなりたいんですか？そうですね。僕はですね、やっぱり、こう、例えば、茅野さんとかいるじゃないですか。茅野さん、はい。茅野さんとか、はい、本当に僕の一つ下のはずなんですけど、はい、なんであんなに落ち着いてるんだろう。ああ、落ち着きがある。ね、僕も、あれぐらいの落ち着きが欲しいですね。はい。はい、落ち着いて、はい、皆さんとゆっくり話をしたい。なるほど。だから小倉さんと話してても、うん、僕なんかこうやっぱり途中で話が分断されて、うん、来週に持ち越しって時があるじゃないですか。それをやっぱなくしたいですね。でも私は全然今のまんまでもいいなって思いますよ。本当ですか。はい、すごく楽しいです。そんなこと言われると嬉しいですね。どうすればいいんだろう、僕は。そうだね。はい。一応、28歳まではそのキャラでもいいよって、まあ、ある方に言われたんですけども、うんうん、ね、28歳からどうしよう。そこからのビジョンは、僕はどう変わっていきたいのかっていうのを、今から模索しているところ。はい。それでは、じゃあ、松岡さんのお悩みがもしありましたら、はい、ぜひとも、私、小倉局長に、はい、ご相談してください。はい。じゃあ、お悩みいきますね。はい。僕最近、現場で、人と喋るようにしてるんです。喋るようにしてるんです。喋るようにしてるんです。はい。これからの自分のことも考えて、はい。少しでも、男性と喋るんですけど、はい。まあ、女性と喋れない。これはやっぱり今のご時世の中、まあ、女性8、男性2っていう現場が非常に多いんで、こういう状況の中で、さすがに自分が喋らなければ明らかにおかしいと思ったんですよ。はい。なので最近頑張って、とにかく例えば演技のことで対したり、はい、あとはその会話に詰まったら相手の今日いいところを褒めるっていうことをお聞きして、はい、それを実践していただいたんですよ。はい。そしたらある現場の飲み会である先輩声優さんに、はい、松岡くんってさ、最近女性が苦手って言ってる割には、最近現場で女性口説いてるよねって言われて、はぁって思って、そんな余裕ないですよ。僕は、あの、会話繋がらないから喋ってるだけなんですけどっていう。だから、そんな風に思われてるんだったら僕いっそのこと喋らない方が僕はいいのかなって思って。いっそ本当に、ね、いつものように隅っこの方に座って台本読むふりしながら時間稼ぎしてるような自分でいいのかなって思ってるんですけど、これどうしたらいいのかなって僕最近思って考えてるんですけど。すごい、本当に深刻な、はい、深刻ですね。でもきっとその、何ですか、口説かれてるって思われちゃうのは、はい、先ほど言っていた、話に詰まった時に、相手の、なんだろう、そのいいところを褒めるって言ってたじゃないですか、さっき。ええ、でもそれが原因だと思うんですよ。そうですか。だいたい男性が口説くときって、そう褒めたりしません？君、なんとかいいね、とか、いうイメージがあるんですよ、私。なのできっと、ええ、松岡さんがその話を繋ぎようと思って、頑張って、その相手の方のいいところを言ってるのが、逆にその相手の方は、あ、口説かれてる、私って思っちゃうのかもしれない。あ、そうですね。じゃあもうここで、ちょっと私がその現場だと思って、はい、松岡さん実際に口説くんではなく、
実際私にそのお話をしてもらってもいいですか？なるほど。いいところでとか、いつも通りにこう。あ、いつも通りですね。はい。いつも通り今現場でやってることをそのまま実践するんですね。そうですね。はい。じゃあ、行っていいですか？はい。じゃあ、ちょっと前の話掘り返すんですけど。はい。例えばですよ。ネイルって、どのくらい持つんですか？ネイルは、頑張れば1ヶ月ぐらい持つんです。あ、はい。そういえば小倉さんって、はい。あれですよね、なんか年齢の割に、すごい気が利くというか。気が、はい。年齢の割にすごい気が利くというか、僕多分高校生の時だったら、本当に小倉さんぐらい、小倉さんぐらいに、本当に周りに気が引かなかったと思うし、はい。ね。なんかこう、身なりに気を使うとか、はい。それだけこう、愛らしい存在になれるっていうのは、さすがにこう、普段からやってるものが違うんだなって僕は思うんですよ。ありがとうございます。ね、なので、はい、そうですね、小倉さん、これから辛いこともあるかもしれないんですけど、はい、小倉さん、小倉さんのままでいてくれたら、本当に、ね、これからも多分、本当に現場一緒になることもあると思うし、はい、その時も、僕も小倉さん見習って、本当にこう、神様幼虫の時、小倉さんに負けたくないって思って、小倉さんの成長が著しすぎたんで、なったので、本当に、僕負けたくないって思って、毎回毎回挑んでたので、それに乗ってきてくれた小倉さんもすごいなって思ってたし、だったら自分もっとやれば、こう、現場を引っ張っていける存在になっていたんだろうなっていうのも、本当に感じますし、だからこれからも多分、いろいろな現場とか、イベントとか、舞台とか、いろいろ、本当になんか、なんていうんですか、鍛えられてると思うんですけど、そこにめげずに、小倉さんのままでいてくれたら、本当に、次の現場になった時に、今まで以上の松岡義嗣で一緒に演技するんで、はい、本当にその時よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、すごい確かにな、砕いてる風にも聞こえなくもないですね。でも砕いてないですよね。そう、真面目な、なんかこう真剣に話してくださるので、はい、そういう感じ私はしないんですが、ね、まあでも人によってはそう感じちゃう方もいるですかね。いやーでもすごい嬉しいです。なんかすごい私まで真剣に聞いちゃいましたけど、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。はい。うん。じゃあ女性を褒めないで否定すればいいんじゃないっていう。否定する？アンガースタッフ側から。否定するってどういうことですか？これダメ出しばっかりしてみてみたいな感じでも言われました。いや、それは先輩にしてもらえって話なんですけど、事務所の先輩にしてもらった方が絶対いいんですよ、僕は。思うんですけど。でもこれはちょっと難しいですね。難しいですよ、これ。じゃあそろそろ解決をしなきゃいけないみたいなんですが。あ、そうですね。まだ答えを小倉さんに出してもらってないですから、ね。でも、これは難しいですよね。ええ。でも、松岡さん、今の話を聞いてると、はい、なんか、話を振ってくださって、で、それに答えた方も、答えて、でもその後また、松岡さんが次の技に行ってしまったんですよ。なので、言葉のキャッチボールを、きっと、すれば、なんか、いいと思います。なるほど。的確なダメ出しですね、これは。僕はちょっと今感動しましたよ。すいません。さすがですね。いや、なんかすごいです。なんかめっちゃ笑ってるけど、なんでだろう。確かにちょっと自分で尺使いすぎましたね。いやいや。ねえ。やっぱこう、セリフみたく、こうやっぱセリフも、ずっと同じキャラが、ずっと喋ってるってことはあんまりないじゃないですか。なので、きっと、言葉を投げかけて、それのまた言葉が返ってきて、で、それに対してまた受けてっていう、キャッチボールをしていけば、きっと会話は考えなくても進むと思うんですよ。すごい。なんだこれ。すごい、今自分の中で革命が起きそうな気がします。ああ、嬉しい。なるほど、はい。そこまでこう考えなくていいってことですね。そうですね。考えすぎちゃうと、逆にこう、これ話そう、これ話そうってなっちゃって、話がこう、奥深く進まないというか、単発で終わっちゃうじゃないですか。なんできっとこう、言葉のキャッチボールがやっぱ一番大事だと思います。なるほど。はい。では、アイリスにこれをまた締めてもらいたいと思います。はい。
言葉のキャッチボールをしたまえです。